増えているとの報告がございます。この原因について学者の中には何者かの意思が影響しているという主張が存在します。真実は分かりませんが、この世界を包み込んでいる不安が消え去ることが私の目的であります。憎しみの連鎖を繋ぐ。